回の動画なんですけれども、こちらメスのニオニクスを使っていこうかなと思います。オスのニオニクスはね、いたずら心で起点役をする場合が多いですが、メスの方はね、あまり目立ってないのではないかと思いまして、今回夢特性の勝ち気を活用しまして、マッシブーンとかヒードランでギャラドスやランドロスなんかの威嚇持ちの選手を誘導させて、ニオニクスに威嚇を打たせて初手台まで全力図ろうかなと思います。もしもね、ランドロスがトンボ返りになんかしたり、あとはね、ゴースで一貫取れちゃってるんですけれども、これに関してはね、逆に弱点保険が発動してアドバンテージが取れるのではないかと思います。あとはね、前回動画で使ったラグラージ、ザシアン、ボーマンダの構築でいきたいと思います。それでは対戦潜っていきましょう。さあ、マッチングいたしました。対戦よろしくお願いします。ちょうどこれランドロスがいるね。ランドロス呼びでこれニャオニクス行こうか。いや、でもこれレシーレッキが正体壁張ってくる可能性もあるか。まあそれだったらそれで別にいっか。これニャオニクスでね、正体ダイマックスでいいと思うな。マッシブーン出すかヒードラン出すか、どっちかじゃないとザシアンに対して有効打がないので、これまあマッシブーンかな。マッシブーン出しておいて、残りはアタッカーのレジーレキだった時のことを考えると、これラグラージの方がいいかな。これでいこうか。ニャオニクス、マッシブーン、ラグラージでいきたいと思います。それでは対戦よろしくお願いします。頑張っていきましょう。アオリイカさん、さあ初代ランドロス出てくるかな。初代ランドロス来い。うー、ラオスとかいう一番微妙なのが来た。これだから悪の方か。あ、違う違う、これは、連撃だ。水の方か。殴っちゃっても良さそうだけどな。俺最近で。おーし、オッケーオッケー。しっかりと殴れている。まあ、おそらくスカーフではなかったんだろうね。で、2番目にこれ、あれかな。虫ゴースト、悪でしょ。その技なかったと思うんだよな。だからこれ誰も切る意味がないでしょ。ってこと考えたらシャドーボールで殴っていった方がいいかもね。いや、これは全然全然、マッシブーンがスカーフだから、ここは剣の前されてもってところじゃねえか。いや、全然剣の前するんだったら全然してくれやって話で。いいと思うぜ。なんならここラグラージでアクビ入れてもいいけどね。どっちだこれ、ラグラージでアクビ入れて引っ込ませる作戦か、マッシブーンでダイアース。でもせっかくラグラージ入れてるしな。ここマッシブーンだ。自信いこう。落とせるかな。あー、落としきれない。落としきれないんだったらラグのままだったね。ラグであくびの方だったわ。そう。はい、ということでマッチングいたしました。対戦よろしくお願いします。これさ、弱点保険のニャオニクス出しやすいんじゃないので、そうだな、あとはねザシアンはわりかし出しやすいかなと思っていて、あとはヒドラかな。いやー、水に弱くなっちゃうな。そうなるとマッシブーンでもいっちゃいいのか。これマッシブーンでいいかな。ニャオニクス、ザシアン、マッシブーンでいきたいと思います。頑張っていきましょう。さあ、対戦よろしくお願いします。絶対負けないぞ。ちょっと内輪で刺さると思うんだよな。レックウザから入ってきたか。なるほどね、レックウザから入ってこられるとかなりめんどくさいんだよな。弱点をつけるわけでもない。くーっそー、最近で、ね、殴っていくしかないか。よーし、オッケー。とりあえずザイマエースのレックウザを倒した。オッケー、危ねえ。これはチャンスある。これ死んだからダメかなと思ったけど、ダイマックスエース倒せたらかなりでかいんじゃないこれ。守れて加速してくるかな。で、ここはダイマックスの、ここダイジェット、ここでダイジェット、どうせ守るしてくると思っていたよ。影分身とか研磨とかかなとは思うけどね。おそらく助けだと思うんでね。
おそらくタスキの、これはねタスキの動き。うわそうか、身代わりを持っているのかお前は。ずーっと加速し続けるじゃんこいつ。まあでもいっか、言うて有効ではないでしょ。身代わりあるってことは助けではなかったんだな。そこがちょっとやらかしたところだね。スカーフたちワンチャンダメかな。ダメだよな、そば屋さんすごく違うしな。霊パンしか出せないから霊パン打ちますよ。うわ後ろなんだろう。よし、オッケー、もう勝ったでしょ。やった、これは勝ち。マッシブを信じてよかったです。よーし、しっかり勝っていく。でもニャオニクスただ死んだだけ。マッシブが無双しただけだな。なあ、ニャオニクス死んだだけだし、マッシブがうまいことを刺さった試合でした。はい、ということで以上、今日のたみちゃんの動画でした。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではお疲れ様でした。おつたみ。